合わせる行司は木村玉次郎。さあ下がりたくない動作、ふっと一瞬引くような動きを見せたところ、右を深く刺します。大関高安両マスキーで左からの強烈な突き落としでした。逸ノ城の勝ち。逸ノ城1敗キープ。そして大関高安優勝争い2番手から一歩後退、3番手の2敗目です。どうでしょうか。いや驚きですね。ほうほう、立ち合い高安さんがこう踏ん張りましたし、前に